横浜 DeNA ベイスターズ初代監督の中畑清さん、第2代監督アレックス・ラレーさんです。皆さん盛大な拍手をお迎えください。中畑さんは横浜 DeNA ベイスターズ初代監督として4年間、ラミレスさんには昨シーズンまでの5年間を務めていただきました。まずは中畑さんにお聞きします。久しぶりの横浜スタジアムのグラウンド、いかがでしょうか？いやー、大きくなったね。しかもね、これだけファンの皆さんもコロナ禍の中で本当にたくさん集まっていただきまして、球団に成り代わりまして本音を申し上げます。ありがとうございます。中畑さん、監督を務めていた4年間振り返っていかがですか？苦しかったね。全く勝てなかったからね。今と偉い機会ですよ。ラミちゃんの5年間と私の5年間比較にならない。でも楽しかった。それは母と共にね、野球を楽しむことができたというのがね、私の中の自慢ですね。本当にファンの皆さん、ありがとうございました。さあ、ラミちゃんに伺います。昨日までチームの指揮を取っていましたが、久しぶりの横浜スタジアムいかがでしょうか？ It's a great feeling to be back here.Thank you very much to all the fans, for all the support. To see all of you here today, it makes my day. Thank you so much. 本当に、感謝しています。皆様方がいたからこそ素晴らしい活躍がすることができましたし、今日こうしてまたここに戻って、来れたことを本当に嬉しく思っています。本当にありがとうございます。ラミレスさんは監督を務めていた5年間振り返っていかがでしょうか？Amazing. And I think that the team that Yokohama DeNA Bakers have combined with all of you is a totally amazing feeling. And I think that for the near future, it's going to continue being like that. So I'm very happy to be part of this new story. 素晴らしい5年間でした。ここにいる皆様、ファンの方々と、そしてチームが一体となって、本当に素晴らしい時間を過ごすことができました。近い将来もこれがずっと続くというふうに信じています。ありがとうございます。それでは最後に横浜 DeNA ベイスターズでお二人からメッセージをいただきます。まずは中畑さん、お願いします。自分がね、行った時にも、ちょっとやってみたいなってずっと思ったのもね、金曜日でね、あれはね、頑張ってやるんですよ。あれはね、今日やってみたいんですけど、いいですか？ご視聴ありがとうございます。すみません、金曜日になったかもしれないです。あやめる横浜。Thank you so much, and not only for the fans, but also Yokohama City to become a united place. So thank you so much. ここにいるすべての皆様にまずおめでとうございますとお言わせてください。ここにいる皆様が日本で一番素晴らしい球場を作り上げたと思っています。そしてファンだけではなく、この横浜市民、そしてファンの方が、そしてチームが一体となって本当に素晴らしいチームを作り上げてくれました。本当にありがとうございます。中畑さん、ラミレスさん、力強いメッセージありがとうございました。それではこれからの横浜 DeNA ベイスターズへの思いを込めて、中畑さん、ラミレスさんによるセレモニーピッチを行います。本日は中畑さんにピッチャー、そしてラミレスさんにバッターを務めていただきます。
それではお願いいたします。レッツピッチ。中田さん、アニエスさん、ありがとうございました。いいよ、いいよ。困ったはないよね。